ずんだもんさん、ちょっといいですか？はい。忙しいんで後にしてもらえますか？いや、今何もしてなかったですよね。すぐ終わりますから話をさせてください。はいはい、わかりましたよ店長様。一体何の用ですか？非常に言いにくいことではあるのですが、ずんだもんさんの体臭について主張が強すぎるという声が複数届いているんですね。長い間お風呂に入られていないのではないかと。何か事情があれば伺いますが、どうでしょうか？要するに僕が臭いって言いたいんですか？要するにそういうことです。特に女性のお客様や従業員たちから、もう店を利用したくないとか、ずんだもんさんと一緒に働きたくないとか、そういった声が数多く届いています。やれやれ、女ですか、まったく。うるせえバーカ、てめえらのマンコの方がくせえだろう。とでも言っておいてください。なんですって。今の発言は感化できません。女性が臭いとはどういうことですか？女性への侮辱は会社の倫理規定に反します。うるせえな、デカパイメガネ。毎日ズボズボやってるんだろう。自分の学生ことくらいわかるだろうが。やめてください。あなたの言動は懲戒解雇事由になり得るものですよ。知るかよ、草まん女。くさくさまんまん、草まんまん。こうして僕は風呂に入らないこととセクハラ発言でバイト先をクビになったのだ。1ヶ月前のことなのだ。はじめは確かにムカついたのだ。でも今はむしろクビになってよかったと思っているのだ。なぜならば僕は生まれ変わることができたからなのだ。うわー、激臭無職おじさんが出た。じゃあこっちに来るよ。ぐわっはっは、臭いぞ臭いぞ。ガキどもめ、泣け、わめけ、逃げ回るがいいのだ。恐怖におののき、絶望するがいいのだ。いやあ、来ないで。マジで臭いよ、キモいよ、怖いよ。ママ、ママ。近所の子供たちを襲うのは本当に楽しいのだ。激臭無職おじさんという呼び名は、子供たちが自然発生的につけてくれたものなのだ。名前を得ることで僕は明確なアイデンティティを獲得したのだ。僕は幼い頃に憧れた特撮やアニメに出てくる怪人になったのだ。僕は怪人激臭無職おじさんなのだ。今まで曖昧でよどんでいた自分の存在が急に黒くドス黒く輝き始めた気がしたのだ。ふっふっふ、最高なのだ。僕の人生はここからが本番だったのだ。ひゃっほ、ぐわっはっは、臭いぞ臭いぞ、草まんよりも臭いぞ。